もこ82号です。ですね、今日天気がいいんでですね、コバルトラインに行ってこようかなという感じですね。暑いんで窓全開にしてますけどもね、熱気を逃がしてからちょっと窓を閉めますので、でしたけども、船から持ってきたんでしょうかね。
ですね。暑いっすね。なんかエアコンが全然効かないんですけど、外気温計が31度になりましたね。お、これは4連発ですね。
の方ですね、山の方から持ってきてるんですね。ピストン輸送なんで、太鼓のランプの方を手を挙げてますね。今朝なんか見かけたような気がするんですけどね。あ、セブンイレブンさんの前ちょっと見かけましたね。
ちょっと雲が多くなってきましたけどね。ある集会ちょっとここにあるんですね。そう、素通りしちゃってましたけど。
ソング通行ですね。この間も当時やってたんですけどね。埋めてるパターンですね。石巻線ですね。浦宿駅に停車しましたね。ちょっと映らなかったかもしれませんけど、あの時間2時間に1本とかじゃないですかね。
ですね。新しいトンネルを作っていますっていうのがありましたね。トンネルできるんでしょうかね、こちらも。9% ですね。ダンプは愛媛県ですね。愛媛ですから結構遠くで、四国の方でしょうかね。三原市台まであんまり距離ないと思ったんですけど、4キロくらいあるんですよね。歩きだったら約1時間っていう感じですよね。結構距離はありましたね。
くれましたね。軽トラちょっと早かったんですよね。ちょっとさっき負けたんですけど、ほらまたですね。まあ、ここは飛ばすポイントではないですからね。やはりあのハイドライブインのところが一番スピード乗りますからね。があれなんでしょうかね、プロボックス並みに遅れてるんでしょうかね。ペース感が多いですね。
ぽいですね。通行止めにはなってますけどね。上りですから、多分こっちの方が早いと思いますけどね。あー、これ行きますね。ちょっとここから上りセクションだったんですけどね。
多分ですね。この付近で亡くなった方がいるって聞いたんですけどね。S660 が走ってましたね。見えなくなりましたね。ないですね。もうブレーキ踏んでないですからね。S660 の油がちょっと見えなくなっちゃいましたね。相当スピード出てたと思うんですけど、
オーバースピードですね。流してる感じですね。あんまりスピードは出てないようですけど。あれですね。しばらく観察してみましょう。まあ、さっきの軽トラの方が全然速いですけどね。
下りだとアンダー出ますね。鳥ですね。山取り駐車場で、ちょっと動画の方カットしようかと思います。
それではこちらでカットします。失礼します。はい、それでは再開ですね。ですね、オートマモードの方が通過速度速いですね。
こちらから降りてるんですね。数えておきますね。これはパスですね。通行禁止になってますね。こちらも残り 9% ってことで、
線もつきますね。でさっきの桜町のところまで行ってるんでしょうかね。
、ちょっと眠くなってきたので、イオン石巻東店でちょっと休憩入れようかと思いますね。それではこちらカットします。失礼します。